ビュー DVD をご覧の皆さん、こんにちは。統一全日本ファイナリストの小和田愛子です。はい、一人なんですけどね、銀河先生まだちょっと来てないんですよね。皆様ごきげんよう、森田銀河です。巷では朝倉未来に似ていると言われておりますダンスの結構有名な先生たちから大晦日になると、今日銀河試合出てたじゃんつって、何のことだろうと思ったら、だいたいその朝倉未来に似てるという。どうですか、ね、皆さん似てますかね。私はめちゃくちゃ似てると思うんですよね、うんさっきの登場の話は全く触れないんですね。それ触れないっていう。触れない。はい、ということで本日もやってまいりました、ダンスビュー DVD ラテンクオリティルンバ編ということで、まあ3ヶ月前にね、ちょうどサンバ編でお会いしたと思うんですけども、見てくださったかしら。見てくださったかしら。呼ばれるの早くない？早いね。早くない。まあ、っていうのもね、サンバ編撮り終わった後に。やってるんですけども、はい、同じ日です同じ日です、はい、着替えてはいるんですけども、着替えてはいるんですけど ね、 まあね、こういう風にね、お声がかかって、まあ、今日も皆さんにこう面白おかしくルンバをね、分かりやすく教えて、ね、まあ、踊るのがもっともっと楽しくなるように、うん、そんなレッスンをねやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。それでは、ルンバをかっこよく踊るポイントを説明していきたいんですけども、まだ銀河先生がね、いなくなっちゃったんですよね。どこにいるんでしょうかね。すっごい顔して近づいてきてるな。あ、止まった。お、おバックしてる。おバックしてる、バックしてる。もう一回前進んでる。下手そうだ、中止が下手そうだ。編集さんすいません。はい、ということで、ルンバをルンバらしく踊るポイントをね、うん、ちょっとやっていきたいなと思うんですけども。まあ、基本的に僕たちはですね、なんていうんですかね、さっき、サンバ編をご覧になってくれた方はわかると思うんですけども、この基本的に一つのアクションであったり、まあ表現の仕方だったりテクニックっていうのを、これにも、これもあれもそれも応用できるのは応用してこうよと。僕の考え方だと、100あるうちの、なんかこうテクニックだったり基礎を100個覚えるのって、無理なんですよ、性格上。大変じゃん。彼の性格上ですね。僕の性格上ね。100個あったら100個覚えるんじゃなくて、似たような、30個40個を一気に覚えたいんですよ。似たようなテクニックだし、似たような、これもあれも一緒じゃんみたいな。僕なんかそういう方がスッと入ってくるし、なんていうんですかね、応用していく中で、なんだろう、あ、これはこのテクニックの応用だけど、こうやったらなんか違う視点も見えてきたなとか、そういう方が僕はダンスを研究するのにすごい楽しいというか、だから僕はそういう感覚でやってるので、ちょっとそれをね、今日はサンバじゃなくてルンバ編でお伝えしていきたいと思います。